引き続き視聴者の方から質問が来ておりまして、はい、はい、いつもそのジャケットとかね、ネクタイとか割とこう目につくところをいろいろこうお伺いしてるんですけど、はい、シャツですね。シャツを着るときに、はい、インナーの、うん、アンダーシャツですかは着られますかというご質問なんですけど。ああ、いい質問。どんどんなんかコアになってきて、もういいですね。そうですね。どん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 コア深掘り深掘りの、ひとまずそのどっちだと思う？今日は着てる着てないどっちだろうわかんないな。そもそも僕が着るタイプだと思って質問してきてるわけじゃなくて、着るのか着ないのかっていう質問から来てるんですよね。だからなんかやっぱり着てないんじゃないかっていう人もねいると思うんですよ。でもわかります。イタリア人がやっぱそういうシャツを着ないとか、ドレスの業界的に言うとシャツは下着だとかっていうね。通説があるわけじゃないですか。なるほど、はい、だから着てないんじゃないか思われがちなんですけれども、はい、残念着てるの。着てるんだ。ガチガチに着てる。あ、そうなんですね。うん、もうバリバリ。でどんなのをやっぱりちょっと着てるのかっていうのは気になるところなので、はい、ちょっとご紹介いただきたいんですけども。わかりました。はい、はい、じゃあそうねシークです。シークっていうブランド。軍勢のそうそうシーク着てます。僕着てるのはこの深めの U のやつですね。深めの U ネック、めちゃくちゃねこれ探しましたよいろいろ。2個目まで外したいから僕の場合はね、結構深めのだから U じゃないと、この下着がやっぱ見えてしまうとちょっとやっぱダサいですし、まあ人前でそんな脱ぐことってそんなにないとは思うんです。普通はないですね、あんまり。だけど見えたらっていうことも考えると、っていう意味でこういうのとかちょっと柄物とかをねすごい持ってたりはするんですけど、見せブラみたいなのあるじゃないですか。まあ女性は見せたくないけど見えちゃっても OK なやつっていう感覚を女性は持ってるじゃないですか。でも男性はその見せブラとか見せパンだのっていう感覚はないんですけど、でも女性の中には結構ね嫌がる人いるんですよ。その例えばボタンのこういう隙間から肌が見えてて汚らしいですとか。ああ、そうなんですね。やっぱ体にフィットしてないシャツを着ている人ほど、そういうとこ気使わないで、見たくなくても隙間から見えちゃってるよっていう人とかいるんですよたまに。なるほどね。それは嫌だと。そうとか、あとは単純にこうおったってますせみたいな。本当それ女性嫌うらしいですよね。そう。だからその防止のために僕は結構着ることが多いですね。なるほどね。ただ一番は本当の一番の着る理由はもう単純に洋服へのケアですね。出ました。はい。やっぱ肌直接触れるとどうしてもね、その皮脂の汚れだったり痛みとか汗とかそういうのが、はい、直に吸収やっぱさせたくないこの子たちにはっていう愛ですね。はい。はい。それが縁の下の力持ちとなって支えてくれてるわけですよ。この子らが。なるほどね。はい、ちょっとその子らのディティールをちょっといいですかご紹介いただいて。シークのやつでこう着るのはもう襟ぐりぐっと深いやつが一番いいですね。そのこういうなんでしょうドレスシャツを着る時も、ボタン2個開けて着る時のもうだ今日も着てるんですけど全然わかんないですもんね。響いてないですよね。この白地のところとかも全然着てる感ない。だから本当こういうところが出るんですよ。なんですかね、そのリブがないじゃないですか。シームレスです。シームレスじゃないですか。あ、そう、僕ね、シームレスです基本。それだと全く干渉しないですよね。全く干渉しない。この袖もシームレスだし、このここに響かないのと脱いだ時にここに響かないですよね。で、やっぱり汗をかく部分って脇。もうっていうかまあ基本全部かくじゃない。もうそこを極力カバーしたくて僕はインナーは必ず着るようにしてます。なるほど。それがこのシークというわけですね。びちゃびちゃになった状態で商談とかできないじゃないですか僕の場合。結構展示会とか行って次のシーズンのジャケットを羽織る試着をするとか。そうか、実際に着るわけですもんね。人前でこれを脱ぐことが結構あるんですよ。そうするとびちゃびちゃなシャツって逆に失礼な感じになっちゃうので、だったら見えないもの響かないものを1枚着ておくと相手に対する印象が非常に良くなるのと洋服へのダメージが軽減される。これはやっぱり愛を持って、なるほどね、愛を持っての飼育です。愛を持っての飼育です。ドドンって今出ましたね明示にしたっていうのはやっぱりその肌の色にってことですか？もう他のシャツに干渉しないように。あ、一番はそこかな、やっぱり見せるものじゃないしっていうのと、まあ黒とか白もあるんですけど、でも僕は持ってますよ、普通に黒も白も。あるはあるんですね。はい、外見の色によって響く色と響かない色が結構違うなって着ながら思ってるんで、はい、自分の地の肌の色に近いもののっていう代表的なのがベージュじゃないですか。あんま響きにくいよみたいな。ね、だけどこのシャツの色が黒だったら別に何色でもいいわけですし、だから注意してほしいのはやっぱそんな予定なかったのに、やばい今日女の子との夜入っちゃったななるほど、行くかもしれないなっていう時は何の話か分かんないです最近履いてますおすすめ、夏でも履いてますっていうおすすめがこの下の方なんですよ。あ、下の方のアンダーウェアがあるんですよ。これぐらい長いですね。だからこれぐらい、本当だ、膝丈ぐらいですね。膝下かな、まであるんだ。膝下ぐらいまであるやつかな。これはカットオフになって、これはシームレスなんですよ。それもじゃあそのパンツに干渉しないわけですね、ラインとかが。これでパンツ履かなくていいんですよそれ1枚でいけるっていうこと？あ、パンツってどっちのパンツのこと？アンダーのパンツの方ね。いや、これ1枚で外なんだねえがっちゃうかなと思ってそうでしょこれね、全部このウエストにこれついてるんですね。ついてるタイプとついてないタイプと、ないのもあるんですね。またこの同じ色のベージュのね、ついてるタイプいろいろあるんですけど、これ全部これ1枚でいけるから、ここよ、汗めっちゃかくじゃない。あ、わかるわかるわかる。膝裏、ここ結構ダメージがねくるんですよ。なるほどね。一番折り曲げるじゃない、座ったらここしわつくし、汗もたまるし、で伸ばすし、意外と知らないと思いますけど、接地面って膝から下よりも膝から上のが圧倒的に多いのが基本的な、普段ね、触れてて、ここももうずっと触れてるし、ずっと触れてるわけじゃないですか。だからここへのケアとしてこういうものを履くとパンツの持ちがね全然違うんですよ。なるほどね。これね、しかも結構気持ちいいんですよそうなんですね。結構気持ちいいやっぱストレッチ性というか、その生地感、柔らかさというか、この生地もそうだし、こういうのでも履いたことあります？僕上はね、ないですか？あります。アンダーシャツはね、これないでしょ。それないんですよね。マジでいいから、これ本当脱げなくなるよ。これはこれ結構本当ですか？これマジでいいです。これ本当ポケットの裏地とかってさ、シーズン終わってから見るとすっげえ汚れてるの知ってます？ありますあります。それって全部ここの皮脂汚れとかですからね。そっちの汚れだったんですね。俺もこういうの履く前はもうこうだったんで、こういうタイプだったんでねブリーだったんですね。違う、もうT よここも T だ。あ、そっちも T だった。徹底してたんですよ。そっちも T だったんだ。なんで今まで T 入ってたんだみたいな感じになりますよね。へえ、そのぐらい違うんですね。違います。これはぜひおすすめです。全てはでももう洋服への愛のためにこういうものを着るっていうのはちょっと着ていただきたいな。いや、なんかその汗じみをやっぱり気にしたりっていうね方がやっぱり多いのかなと思ったんですけど、そういう洋服へのケアっていう着眼点はちょっと目から鱗でしたね。あとは単純に気候とかにもよりますんで、イタリアの真夏はリネンシャツ1枚の時は着ないですよ。そういう使い分けはもちろんしてます。すごい気持ちいい素材のシャツを買ったからこれは1枚で着ようっていう時ももちろんあります。ただ基本はこういうのは着てるよっていうことですね。わかりました。はい。非常に勉強になりました。ありがとうございました。はい。